JA 農産物直売所愛情館がリニューアルオープンされ、このように盛大に竣工式を迎えられましたことを心から喜びを申し上げます。また皆様方には日頃から安全で安心な農産物生産流通販売にご尽力をいただいているところでありまして、改めて感謝を申し上げます。県では米の全量全袋検査をはじめ、さまざまな農産物をきめ細かく検査をして、国際的にも非常に厳しい摂取基準、これを上回る農産物は出荷させないという厳しい検査体制を確立をしておりますが、震災から2年以上経過しました今でもまだまだ千葉県の農林水産物厳しい状況が続いております。こういった風評払拭を図るためにですね、今年は昨年の4倍以上の予算を確保いたしまして、マスメディアを活用した PR 事業を展開することとしております。知事をトップ先頭にしたトップセールスですとか、今年は消費者の方に理解をいただくためにメディアの方々、あるいはバイヤーの方々に来てもらって、生産現場や検査体制をしっかり見ていただく、そういったツアーなんかも計画をしております。風評払拭を図るためには、やっぱり生産者の方々が愛情を込めて作ったこの農産物を地元の方々に食べていただいて、美味しさとその魅力を発信していただくというのが非常に大事でございまして、こういった地産地消の取り組みの拠点となるのがこの農産物の直売所でございまして、この愛情館がそういった生産者の方の元気を発信する拠点になることを期待したいと思っております。また地産地消を推進するというために、今年は新たにごちそう福島いただきますキャンペーンというのをこれから展開してまいります。こういった取り組み、さまざまな取り組みを通じて福島県の農林水産物の復興再生、それに向けて頑張っていきたいというふうに考えております。娘に愛情感を中心にいたしましてですね、生産者とあるいは消費者の架け橋となる重要な拠点としてますます発展されますことと、本日お集まりの皆様のご健勝ご発展をご祈念申し上げまして挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。